ラック野郎。うまいだ。すす殺しの北川です。ダイヤです。今回ですね、静岡県にお邪魔しております。今回ご紹介するお車はこちらです。毎度。今回のお車のオーナー様であります寺門さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。寺門さん、こちらのお車なんですけども、はい、まあご存知の方かなりいらっしゃると思うんですけど、はい、車種をまずお伺いしてもよろしいですか。これはイスズ、はい、うん、イスズの、イスズのフォワード、フォワード、平成元年車。平成元年車なんですか。そうなんですね。で、平成の元年からこれ新車で、もしかして。そう、新車で買って。あ、そうだったんですね。で、新車で購入されて、今この状態までご自身で作り上げられてるっていうか。そう、何回かはもうデザインは変わってるけど、はい、最初からもうアートトラックにしちゃって。ああ、そうだったんですね。なんか噂によるとなんですけど、はい、あのラッセル戻しがついてたりだったりとか。そうそうそうね、結構あのいろいろこう仕様変更もありながら今のこの形になってる。そう、今の形にして。ああ、うん、そうなんですね。で、寺門さん、まずですね、はい、あのまず上のシートキャリアのところからお伺いしていきたいなと思うんですけど、はいはい、まずあのシートキャリアがですね、はい、これ角の寝かしで、ね、はいはい、作っていて、で、鉢巻き2段にされてるって感じなんですね。鉢巻き2段にしているなんか理由だったりとか。理由は別にないんだけど。あ、ないっすか。ただこれ、はい、あの公認で前、はい、あの車検取った時に、はい、あんまり高さを高くしないで、だいたいこうバランスよく、はい、あの後ろの箱とね、ロケットとバランスよくするのに2段くらいがいいのかなと思って。はい、ああ、そうだったんですね。じゃあ、 あの寺門さんはあの結構あの車のバランスを重視されて。そうそうそう。だから車作る時に全体の、はい、あのイメージを作って、それからこう作り上げる、はい、ああ、そうなんですね。で、マーカーだったりとかなんですけど、中はあれ電球なんですか、 LED なんか。 LED にした。LED もともとは電球だったんだけど、はい、全部交換して LED に、あの玉切れとかなんかあって、はい、それがあるから。ああ、そうだったんですね。これダイナモ、でっかいのついでのね、これ 3kg のダイナモついで。あ、そうだったんですね。もともとがほら電球だったんで、はい、結構電気量使ったんで。ああ、だってでっかいダイナモついでんだけど、はい、今はもうね、普通のノーマルでも大丈夫なんだけど、そのままつけっぱなしなんだけど、はい、ああ、それでダイナモも大きくされて、そう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 、つけられてるってことなんですね、うん、確かにこうワット数全部維持しようと思うとかなり大変ですもんね。やっぱりね、でバッテリーも前は4個積んで、はい、でダイナモも3キロ積んでっていうのやったんだけど、はい、今はほれね、普通のバッテリー2個で大丈夫だし。ああ、うん、そうだった。いい時代になったよね、 LED が出たからね。ああ、うん、でメインアンドンだったりとか、うん、そういったアンドン類なんですけど、はい、全てこれミラーで、ね、そうそうそう、作られていて、うん、でここもかなりこだわられてるなと思うのが、白縁がね、文字のところついてたりとか、かなりこだわられてると思うんですけど。そう、これ切り込んで、うん、はい、中から貼り付けて、はい、こうやってそこにこう色を入れてるって、まあ、あんまりやってる人いないと思うんだけど。そうですよね、かなり全部やろうとするとえらい金額になるんで、ちょっとそういうことなんですね。で、寺門さん、ちなみになんですけど、これ入れたらでいいんですけど、ええ、どちらで書かれたっていうことしたんですか。これはね、はい、あの岩井看板かな。あ、岩井看板さんで、はい、で一番ケツの煽りも後でこう回るとわかるけど、はいはい、ケツも岩井看板で、あ、本当は鈴木工芸で全部やったの、昔は、はいはい、でもほら、鈴木工芸の先生亡くなっちゃったりなんかしてたんで、はい、これ全部鈴木工芸の先生がまだ有名になる前に描いてもらった。だから、そうだったんですね。元年に描いたっきりそのまま脇の絵は。ああ、そうだったんですね。
じゃあもう初代やっぱ鈴木先生にまず書いてもらっていただいてっていうところからだったんですね。その字を意を真似して後でこうやってもらったんだけど。ああ、そうだったんですね。これ夕方なる旅路なんていう行灯はもう、はい、あの俺が翼竜丸って日野の平坊で乗った昔のトラックあるんだけど、はい、その時に看板入れといた看板なんて、あのそうだったんですね。あの看板つけたその文字はね。ああ、うん、じゃあそこからもうその文字も引き継いで、でグリル行灯にされてるってことなんですね。むちゃくちゃこだわられてますよね。あちらですね、ミラッセの上にですね、まあ、何や怪しいやつがこうポンポンと寺川さん登ってるかなと思うんですけど、あれは飾りなんですか？そう、飾り。これはね、はい、あのこれ日本じゃないんだ。日本じゃないんですか、寺川さん？これはあのタイでもこれ、はい、こういうあのアートトラックのイベントやってるんで、はい、そんで向こうの連中がこれをみんなつけてたんで、そうだったんですね。それをじゃあ日本で俺つけて宣伝するよっつってこっち持ってきたんだけど。あ、そうだったんですね。じゃあ宣伝っていう意味も含めてつけられてるってことな。どのくらい持つかね、それつけてみたんだけど、あの、はい、タイの連中はこれに上に長い、はい、まだあのこう夏の番線みたいな長く、はい、あのやって、はい、バンパーからこう立ち上げてる。ああ、そうなんですね。バンパーからですか、うん、そうなんですね。向こうの連中も結構ね、はい、今日本の真似してるから、はい、こっちのやつを教えて向こうのいいとこをちょっとこう、あ、こちら側に逆にも輸入しながらってことですもんね。あのトラックスピリッツさんの、ね、雑誌であの特集だったりとかも、いつもあの寺門さんされてると思うんですけど、逆に教えてあげるだけじゃなくて向こうの文化もこちらに取り入れるっていうところがやっぱ大切なんですね。いいものはね持ってこなくて。ああ、そうだったんですね。ただこれ持ってきたんだけど、どこへつけていいものが考えたんだそれでもうあれですよ、ダミーのアンテナ風に。そう、アンテナ風にこう、ね、うん、まあここだったらいいかなと思って、うん、で、つけられてるって感じなんですね。で、あれですね、本はハードレイの各ビッグをつけられてるって感じなんですね。いいですね、なんかバランスがめちゃくちゃいいですよね、上回りのね。で、こちらね、一番目につくところがですね、まあ、フロントバンパーなんですけども、キャデラックバンパーがね、ついてますよね。そう、でキャデバンにした理由って何か寺田さんあったりとかするの？やっぱりバランス的にこれがいいかなと思って、はい、やっぱりあの、はい、ラッセルとか、うん、ラッセルの元下と、うん、やっぱりガンダム系みたいな感じになってきちゃうんで、はい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 、やっぱりこのキャデラックの方がレトロ感が出るのかなと思って。そういうことですね。船型でもちょっとこう物足りないかなって感じもあるし、うんうん、それでじゃあ、 あの船型じゃなくてキャデラックバンパーの方を装着されてるってことなんですね。そうそう、これもバンパーも何回も取り替えてるからね。あ、そうなんですね、うん、何回も取り替えられてるんですか。じゃあこれ何代目の今バンパーなんですか。もうね、はい、3、4回交換してそんなにですか。でもほら、うちで4分差何台もあるから、はい、ダメならもうこれ別なつけて付け替えて付け替えて、うん、されてるってことなんですね。運転席側なんですけど、はい、運転席側もかなりね、まとまっててかっこいいなと思ったんですけど、やっぱりこうパイプを這わしてるじゃないですか、はい、ドアのところに。これもあれですか、自作で作られたりとかいろいろしてるんですか。これは自分でね、曲げたりなんかしてこう作ってんだけど。あ、そうなんすね。これかなり綺麗に作られてますよね。昔のってみんなやってるじゃないですか。あー、やられてますよね。うんうんうん。それをこう、はい、そのまま残して。あー、じゃあそこの文化もきっちり残しながらってことなんですね。これはしごがこれかなりインパクトがドーンとあってでもかっこいいんですけども、ただこれもね、はい、ほらな、この看板ももうそろそろ交換しなくちゃなんないと思うんだけど。え、これいつ書かれた看板なんですか。もうこれも一緒。あ、一緒の時期に。一緒一緒。じゃあこれあの当初からですか。当初、平成元年で。そうなんですね。ずっとじゃあ残ってるんですね。はあ、綺麗にまだでも残ってますよね、本当にね。でこちらね、これびっくりなんですけど、これエアクリーナーですよね。そう、エアクリーのところも、うん、これ飾りがついてたりとかしてるんですけども、これは、はい、これもタイで作る。あ、タイなんすか。そうそう、まあ、手で作ったような感じするんですよ、はい、これ、はい、はい、します、します、します。全部これ手で作ってもらう。マジっすか、寺門さん、うん、これタイで作ってるんですか、
はあ。今日すごいっすね。今日プレゼントで持ち上げかなんて忘れてて、これ何本何枚かあったんだけど。本当ですか。じゃあ、 次回ですね、ええ、またいろんなイベントの、寺門さんが行かれた時に、ええ、ね、景品でもしかしたら出るかもしれない、かなりレアものですよね。ぜひね、今度一緒にタイに行って、うん、あ、行きたいんですよ。イベントも、はい、参加した方がいいよ。いや、ロゴで撮ってくれば。あ、日本はね、内装なんか負けてると思う、はい、あ、そんなにやっぱりタイとの、そうそう、やっぱタイのレベルがやっぱ全然違うんですか。そうなんですね。これもタイでこれメッキかけらせたんだけど、全然もう、あ、そうなんですね。もう 7,8 年使ってるけど大丈夫、はい、あんまり錆びてないね。むちゃくちゃ綺麗なままじゃないですか、うん、寺門さん。はあ、そうなんですね。わざわざつけてこう走ってみてんだけど、もうしばらくやってんだけど大丈夫、うんうん、じゃあ日本の文化かけることのタイをすれしたらこうなるってことなんですね。はあ、深いっすね。で、こちらの絵なんですけど、はい、寺門さん、こちらの絵が、もう、当初から、そう、当初から、ずーっと残ってる。そう、鈴木先生が描いてくれる。鈴木先生が描かれた絵なんですね。で、これもきっちり綺麗に残されていて。後ろの方、ちょっと字が曲がってんだけど。うん、これも、あれですね、愛嬌あっていいですよね。で、上にはロケットが、ロケット。ね、ドーンと乗っかってますもんね。で、これロケットはこれ FRP 製なんですか。FRP。ああ、うん、そうなんですね。みんな同じような形で、ね、うんうんうん、これは FRP でみんな作った買って載せたんだけど。あ、そうなんですね、うん。で、こちらサイドバンパーなんですけど、サイドバンパーこれ、はい、一体もんやないですか。アンドンがね、うん、中に入っていて、で、これマーカーのところもこれきっちり綺麗にガゼットのところもね、そうそう、全部奥行きをつけられてね。合わせてらっしゃいますよね、うん。で、ここもあれですか、やっぱ寺門さん、目立たないように緑を。そうね。上着もあんまり目立たない。いや、かなりもう目立ってますけどね、もう車自体がね。で、こちら、寺門さん、マフラーのエンド部分なんですけど、はい、エンド部分もこれかなりね、変わった形状してるなと思ったんですけど、はいはい、これはどういった形状になってるんですか、寺門さん。普通これ、はい、マニュアルして、はい、持ってきて、ずっと元から太くしてあるんですよね。音を太くするために。ああ、音を太くするために元からも太いまんまで。見てもらうと分かるみたいね、はい。そうですよね、ずっと太くなるんだ。出口は、はい、これ後から足したんだけど、はい。あ、じゃあエンド部分はちょっと形を変えて。形を変えて。はあ、そうだったんですね。今横出しも OK になったんでね、うん。はいはい。あ、それで横出しのものまで。前はちょっと後ろ向けてたんだけど、うん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 、横出しが OK だから、つって横出しにしちゃった。ああ、そうだったんですね。そのやっぱりね、なんつうの、走ってて響きがいいからね。あ、そうなんですか、うん。結構じゃあ変わるもんなんですか、それは。はあ、そうなんですか。自分で運転しててほら音聞くから、はい、あ、ちょっと後ろ向いてるのと脇向いてるのじゃ、あ、やっぱり音の響き方が変わってくるんですよね。まあ、そういったこだわりのねポイントもあったりとかするんですね。で、フェンダーはバスフェンダーで、そうですね、合わせられていて、これこちらはバスの遮光灯がついてたりとか。2つつけて。はあ、これ2つつけられてるんですね。かなりいろんなところこだわられてますよね。で、すごい細かいところなんですけども、はい、ね、こちら泥除け、ね、泥除けのところもこれキルトが普通のキルトじゃないですよね、これね。友達がこれやってるのいるんで、シート屋さんに。あ、そうなんですか。むちゃくちゃ綺麗に作られていて、これ下側だけ分厚く白ね、縁をつけられているんですね、むちゃくちゃ細かいですけど、こういうところもね、細かなところも寺門さんこだわられてますよね。ギア部分なんですけど、寺門さん、こちらが書き直しをされてる。そうそうそう、これは、はい、書き直し、別なトラックの絵柄だったの、これは。ああ、そうだったんですね。でそれをこっち書いてもらうのに、はい、後ろがあれ、前鈴木の先生がやったんだけど、はい、もうダメになっちゃった。ああ、ダメになっちゃって。はい。これは岩井版、看板。岩井看板さんで、ね、こちらを書き直しをされてってことなんですね。それも、やっと書いてもらう。やっとなんですか。
両脇すぐ公園の先生が書いてるから後ろは、はい、とても書けないっつって。ああ、うん、そういうことですね。そうそう、やっぱり人が書いた後書くっていうのはなかなか難しい。じゃあその後に、まあ、あの岩井先生が そう書いてくる。じゃ あのそこは承諾していただいて書いていただいてるってことなんですね。これはあの何をイメージされて。これは歌舞伎絵だよね、はい、あの歌舞伎絵、これと脇とはセットなんだよね本当は。ああ、そうなんですね。 うんそれを別々に書いといたんで、はいはい、で一体化して、はい、じゃあもう別々で。そう、はあ、そういったこだわりがねあるんですね。であちらロケットの上のところのあのマーカー部分なんですけど、あれ普通のマーカーじゃないですよね寺門さん。あれこれはね、あのー、はい、なんだっけ、キャデラックの、はい、キャデラックのリアの テール部分ですか。そうえ、マジっすか。そんなものがついてるんですか。はあ、あれかなり尖ってますよ。だって普通のなんつうのマーカーランプをつけ普通はつけるんだけど、はい、それじゃちょっと面白くねえなと思って、ちょうどキャデラックのこうあったんで、はい、あー、キャデラックのテールがあって、今部品ないから困るんだけど、これ壊れちゃった。そうっすよね、壊れちゃうと困りますよね。すごいですね、初めて見ましたね。でこちらリアのねテール部分は何テールか、こちらケンメリ、ケンメリテールがね、ポン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 って、本物ね。本物っすか。よく手に入りましたね寺門さん。もう昔のことだからね、昔は安いもんね。あ、そうなんですか。今だってケンメリのテールを手に入れようとしたら入んないし、はい、高いじゃないですか。昔はね、はい、いくらでもその辺に転がってたから。あ、そうなんですね。でも今じゃかなり珍しいですよね。でこちらリアバンパーの部分をこれ船型で、ね、そうね、作られているって感じなんですね。でこちらも埋め込みですか、テールは全部埋め込み。はあ、こだわられてますね。で真ん中あれクリアってことは こちらバックにして、そうです。でこれ左右にもう一個ずつついてるじゃないですか、ウィンカー連動してる。そう、ウィンカーと連動してて、はい、あとはもう、はい、あのストップランプにしたり、あ、全部連、みんな赤いのは赤いので連動してる。ああ、そうなんですね。黄色は黄色で連動してる。はあ、そうだったんですね。こちらね、泥除けのところもね、飾りがねあったりとか、すごい細かいところもね作られてますよね。むちゃくちゃいいですよね。寺門さん、こだわってないところ逆にあるんですか。こだわりがなくてもせがれらがあれつけた方がいいよこれ。あ、そうなんですか。そういうアドバイスもあるから。あ、じゃあ息子さんの意見だったりとかも取り入れながら作られてるって感じなんですね。自分だけではそんなにねやっぱり気がつかないところもあるし、はい、あ、そうなんですか。なんかごめんなさい、勝手なイメージなんですけど、やっぱこう雑誌のコラムだったりとか僕、いつも拝見させていただいてて、寺門さんなんかすごい細かいところもね、あのこだわってるなっていうイメージがものすごくあったんですけど、あ、でも息子さんの意見だったりとかもやっぱりきっちり取り入れながら、自分でいいと思ってもやっぱり聞かないと、はい、うんうんうん、いろんな人の聞いて、はい、いいようなのをこうつける。ああ、そういうことですね。同じねつけるんだったら、うんうん、みんなの意見聞いて一番いいものをつけた方がいい。ああ、だからこう他の人の意見もそこで取り入れながらやられてるってことなんですね。なんか今後寺門さん、あのこちらの車で、ここを実はこういう風にしたいんだよなとか、ここをもうちょっとこうしようかなって思うポイントってあったりするんですか。もうほとんどこのまま現状維持でいるんだけど、はい、絵を直したり、はい、ちょっと色が冷めてきたところを全部、はい、塗り直したり、そういうのはこれからやってもらう。なるほどですね。じゃあレストアっていうところを重きに置いて、そうそうそう、今後はあの車の維持をされていくってことなんですね。なるべくもう古いから、うんうん、もうシャッターの中入れちゃうんだけど、あ、乗り終わったら、はい、じゃないともうすぐ痛みがダメになっちゃうから。俺と同じ、それ後期高齢者、さっきも言った通り、はい、後期高齢者。そういうことですね。でもかなり状態いいですよね。平成元年からある名車だと思うんですけども、状態が非常にいいですよね。これも向こうでメッキかけたの、これタイで。これもメッキかけてるの。あ、そうなんですか。そうそう、これもかけてるんですか。そうだよ、これだよ、これを宣伝しなくて。そう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 、寺門さん
こちらの IPF のこちらのフォグのこれ本当に錆びちゃってひどかったんだけど、はい、これタイ持ってってここでメッキかけるの。あ、ここにいる間にメッキかけるの、はい、そうなんですね、うん、じゃあ向こうにいる間にってことは1週間ぐらいですか。1週間でかかるよ。そうなんですね。綺麗に。これ何年ぐらい経ってるんですか。これもう古いよね、このマーカーはもうかなりもう10、そうなんですね、もうメッキかけてからは5、6年経つかな。ああそうなんですね、かけ直してこの綺麗に、ね、保たれてるってことなんですね、うん、じゃあすいません寺門さん、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今後ともね、もうずっと守っていただきたい名車ですんで、ね、元気にずっと走り続けてください。はい、すいません、本日ありがとうございました。こちらありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうかね。かなりね、会長ね、綺麗にね、保たれてね、名車を今回ちょっと撮らせていただくことができました。このチャンネルがですね、面白かったなと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てください。ほら